どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日やっとですねエポスゴールドカードのインビテーションがね来たんですよね。まあ、私の動画のチャンネルをねずっと見ていただいている方は、まあ、私今ね、エポスカードっていうのを、昨年10月ぐらいかなに発行させていただいて、まあ、そちらにね決済を集めていて、エポスゴールドカードっていうねエポスカードを使い続けるとエポスゴールドカードのねインビテーションが来て、まあ、こちらから切り替えると、まあ、無料でねゴールドカードに発行できるということで、まあ、そちらずっとねやっていたんですよね。で昨日やっとねアプリを開いたらこんな感じで出てきたんですよね。これ見るとき嬉しいですね。本当にやったっていう感じで声出ちゃいましたね。っていうことなんで、今回はエポスゴールドカードの特典と、あと実際ね、まあ、どのぐらい私が利用して期間いくら払ったかみたいなのをね解説していきたいと思います。まあこれからねエポスカードを発行する方、まあ今現時点でね発行された方ですね、このエポスゴールドカードを狙ってる方ねいらっしゃると思いますので、まあぜひね参考にしていただけたらなと思います。まずですね、 ANA マイラー、JAL マイラーにとってこのエポスカードっていうのは、まあ、どんな感じかっていう方もね、まあ、思う方いらっしゃると思うんですけども、まずねエポスカード自体がですね、こちら海外旅行によく行かれる方は、まあ、おすすめのクレジットカードなんですよね。まず年会費が無料なのに海外旅行保険がね無料でついてくるんですよね。ですので、まあ、海外旅行好きな方はですねこのクレジットカード、まあ、年会費無料ですので、まあ、持ってるだけでメリットになるっていう感じなんですよね。しかもこのエポスカードの強いところはですね、携行品保証っていうのがこの海外旅行保険に含まれておりまして、皆さんねビデオカメラ、カメラ、スマートフォン、タブレットとかね持ってかれると思うんですけども、こちらを、まあ、落として壊れてしまうとかね、まあ、絶対そういうトラブルって、まあ、なくはないですよね。そういう時にこの保証使えちゃったりするんですよね。一応20万円までっていう風になってるんですけども、かなり心強いですよね。ですので、まあ、私はこの特典を聞いただけですね、あ発行しようって思ったんですけども、現地でねまあ、どういうトラブルになるかね、まあ、分かんないですよね。まあ、そういう時にねこの保険使えますよね。で次にねエポスカードで貯めたポイントは ANA マイル、JAL マイル両方に交換することができるんですよね。交換の倍率はですね、ANA マイルも JAL マイルも半分になります。選択肢として、まあ、両方に交換できるっていうのはね、まあ、結構いいですよね。次にリボ払いに対してポイント2倍付与っていうことで、三井住友クレジットカードで、マイペースリボをね利用して、ポイント2倍ねゲットされてる方ねいらっしゃると思うんですけども、リボ払いを利用するんだけども手数料は支払わない、だけどポイントは2倍もらうっていう、まあ、手法なんですけども、このエポスカードも、まあ、同じような感じでね、手数料を最大限安くしてポイントはね2倍もらえるっていうクレジットカードなんですよね。ですので、まあ、基本還元率は、エポスカード 0.5% なんですけども、まあ、これをね利用することによって 1% っていう感じになるんですよね。次にね楽天エディとかね、スイカとか、まあ、そういう電子マネーチャージに対してもポイントがもらえるんですよね。次に、JQ エポスカードの下積み利用可能ということで、これもう単発で聞くと何言ってるか全然わかんないと思うんですけども、 JQ エポスっていうのが、九州地方にあるんですよね。まあ、そちらとこのエポスカードが切り替えができるんですよね。JQ エポス自体のねクレジットカードについては、別に解説動画ね出しておりますんで、まあ、そちらね見ていただければなと思うんですけども、 ANA マイルを貯めるクレジットカードとしてはこの JQ エポスゴールドカードっていうのはとても強いわけなんですよね。エポスカードから JQ エポスにね切り替えることはできるんですけども、欲しいのは JQ エポスのゴールドカードなんですよね。ですのでまずエポスカードで下積みを積んで、エポス
ゴールドカードに切り替えますよね。そうすることによって JQ エポスカードに切り替えると、一般カードからゴールドカードに切り替えるときって審査が入りますよね。エポスカードからエポスゴールドカードに切り替えておけば、エポスゴールドカードから JQ エポスに、ね、切り替えるときには審査が入らないわけなんですよね。まあ、これを、まあ、利用するためにこのエポスカードを、ね、利用しているっていう感じなんですよね。なぜそんな面倒くさいことをするかっていうと、エポスゴールドカードから JQ エポスカードにね切り替える場合、九州の方まで対象の丸井のね店舗まで出向かなきゃいけないんですよね。ですので現地で、審査落ちてしまった場合、意味なくなっちゃうんですよね。切り替えに行った際に審査に落ちないためにね、エポスカードからエポスゴールドカードに切り替えて、エポスゴールドカードから JQ エポスにね、現地で切り替えることによって、まあ、現地でねあのクレジットカードの審査落ちないっていうねことができるわけなんですよね。でこれが、エポスカードのね、基本的なまあ特典なんですけども、でここからエポスゴールドカードのね特典を、解説します。これねさらに増えていくわけなんですけども、まず先ほど言ったポイントなんですけども、本来ねこのポイントの有効期限は2年なんですよね、このエポスカードっていうの。でこれをですねゴールドカードに切り替えると無期限になるんですよね。これすごい特典ですよね。 ANA マイルって有効期限がまあ3年っていう風になるんですけども、ですので ANA マイルに交換すると3年っていう縛りがついてしまうんですけども、このエポスゴールドカードにしてポイントがずっと貯めていけるわけなんですよね。ポイントサイトの運用がちょっとっていう方で、クレジットカード決済だけでね ANA マイル、まあ、貯めていきたいっていう方はじっくり貯めてポイント交換っていう風に、まあ、利用できるんですよね。次に、還元率は、ゴールドカードになっても 0.5% で変わらないんですけども、年間の利用額によってボーナスポイントはもらえます。で、こちらね年間50万円を使うと、2500ポイント年間100万円利用すると1万ポイントがもらえます。100万円ね仮に利用したらですね、還元率は 0.5% なんで、5000ポイントで、100万円の利用時でね1万ポイントがもらえるということですんで、これだけでね 1.5% のクレジットカードっていう風になるわけなんですよね。しかも先ほどねリボ払いっていう話を結構前にしましたけども、あちらを利用すると基本還元率がね 1% になりますんで、そうすると合計 2% になるわけなんですよね。次にね選べるポイントショップでポイント3倍っていうサービスがあります。まあ、こちらは、自分でねあの好きな対象店舗を選んでその店舗だけポイントが3倍になるっていうサービスがあるんですよね。まあ、もともと基本還元率はね 0.5% なんで 1.5% の還元に上げられるっていう感じなんですよね。しかもこれはですね、選べるショップの対象店舗が、ライフラインから、スイカチャージとかね結構ね幅広くあるわけなんですよね。本当に普段ね身の回りで使っているお店から、まあ、コンビニとかね、先ほど言ったスイカチャージとかね、まあ、そういうのもできますんで、こちらかなりねいい特典だなと思います。で次に、こちらねゴールドカードになりますよね。エポスゴールドカードということで空港にあるクレジットカードラウンジにね入ることができます。ゴールドカードをね発行して、クレジットカードラウンジにね入りたいっていう方ね結構いらっしゃると思うんですけども、中にはですね結構高額なゴールドカードをね発行して、利用されている方いらっしゃると思うんですけども、エポスカードだと、年会費無料でねこちら利用することができますし、いやこのインビテーション待つのめんどくさいっていう方もいらっしゃると思うんですけども、実はインビテーションもらわなくてもこれ発行することできるんですよ。でまあこちらだと年会費5000円にはなってしまうんですけども、こちら、1年間にね50万円利用すると翌年度から無料になるんですよね。っていう利用の仕方もありますんで、まあ、もしねクレジットカードラウンジに、ね、入りたいっていう方で結構ね高額なクレジットカードを持ってる方はですね一度検討してみていただけたらなと思います。
次に海外旅行保険がさらに充実ということで、まあ、もともとこのエポスカードはね、先ほど言った通り年会費海外旅行保険がねかなり強いんですけども、まあ、さらにね上乗せされて、保証を受けることができます。まあ、ここにね画像を出しておきますけども、まあ、こんな感じでね、保証を受けることができますんで、しかもこれがね年会費無料で受けられるっていうことなんで、まあ、かなりすごいサービスですよね。次に、エポスファミリーゴールド特典、これもすごい特典で、まあ、私がね、まあ、今回インビテーションをもらってゴールドカードを発行しますよね。でこの状態で、まあ、私がね妻を招待すると、妻はねそのままゴールドカードになるんですよね。これね二親等以内の家族だったら違う住所に住んでる人も招待可能なんですよね。まあ、これも結構すごい特典だなと思うんですけども、ちょっとねボーナスポイントっていうところだけちょっと合算されてしまいますんで、ご夫婦とかでね利用されるのはねとてもいい制度だなと思うんですけども、まあ、ちょっとねポイントで揉めかねないのでまあご兄弟とかね、まあ、利用するのはまあ私はそこまでねおすすめじゃないなと思うんですけども、まあご夫婦とかでね利用される際はこちらねすごい特典ですよね。ですんで、まあ私今回インビもらえてゴールドカードになったんで、まあ発行してねこの特典が利用できるようになれば、妻もねゴールドカードを発行するようにしたいなっていう感じなんですよね。妻がゴールドカードを持ちますよね、まあ、そうすると妻もねクレジットカードラウンジね無料で入れちゃうわけなんですよね。これやっぱすごい特典ですね。で最後にですね、今回この私がねエポスカードをね、まあ、利用して、まあ、どのぐらい期間とどのぐらいの金額をね、まあ、利用したかっていうのをねちょっと発表していきたいなと思うんですけども、11月ぐらいに発行して、12月の決済が 33,869 円、1月 43,822 円、2月 18,785 円、3月、3月ね1回も利用しなかったんですよ0円です。で4月、こちらねまだ引き落としまね引き落とし自体はねまだ来てないんですけども、4月が、31,200円っていう風になりますんで、こちらね合計すると 127,676 円っていう風になりますんで、12,1,2,3,4、まあ、3は、まあ、利用してないんで、まあ、実質4ヶ月の間で12万7000円ね利用して、まあ、今回ね無料のインビテーションが来たっていう感じなんですよね。まあ、このインビテーション自体の来る来ない条件みたいなのは一応公式サイトでは公開されてないんですよね。だから一応分かんないんですよ、どんな感じで人選されて選ばれてるっていうのは全然分かんないんですけども、まあ、私も3月まで利用してて、まあ、ツイッターの友人の方にですね固定費を入れるのがいいみたいですよみたいな話をいただいてですね、携帯代とか、ガス代とかねそこら辺を、こちらエポスカードに切り替えたんですよね。そうした1ヶ月目で、今回インビ来たので、もしかしたらちょっと保証はできないですけども、こちらはねいい作用がね働いたのかなっていうのはね個人的に思ってるところなんですけども、だいたい半年で30万から50万っていう風にね私発行する前に聞いてたんで、今回私実際に利用してるのは4ヶ月、しかも金額にしては12万ちょっとっていう感じなんで、まあ、かなり少ないですよね。ですにやっぱりこちらねガスとかそういうライフラインとかその固定費とかねそういうのを払ったのが良かったんじゃないのかなっていうふうに思ってるわけなんですよね。もしねこれから発行検討されている方はですね、ぜひこんな感じで利用していただければインビテーションね来ますんで参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。今回は、エポスゴールドカードについて、解説させていただきました。まあ私個人的にはですねかなり楽にねインビテーション来ましたんで、ぜひね海外旅行ね好きな方エポスカードね発行検討されてみてはいかがでしょうか。今ねエポスカード自体はですねポイントサイト、ポイントインカムに5500円分でね案件出ておりますんで、もし発行されるって方はですねこちらも取りこぼさないようにしてくださいね。ポイントサイトから5500円もらえて、エポスカード側からですね今2000ポイント、もらえるキャンペーンやっております。さらに、紹介コードをね入れると、プラス500円分のねポイントもらえますので、一応ね
概要欄に、紹介コードも載せておきますんで、もしねエポスカード持ってる方いらっしゃらないという方はね利用していただければなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。こちらねエポスカードの、リボ払いの、ポイント2倍の話なんですけども、こちらねまた別の動画ね出させていただこうかなと思ってますんで、そちらもね楽しみにしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。